こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回ですね、室蘭八戸間のフェリーについてちょっとお話ししたいと思います。昨日の商店街 の会長さんがね、ちょっと見えて、こういうポスターもちょっと来たということで、ちょっと店内に貼らせてもらってます。東北、室蘭と東北を結ぶフェリーで行こうという、こういう、室蘭からですね、青森県の八戸までのこういう航路でございます。非常に、大体7時間ぐらいですね。八戸発が6時45分、朝のね、6時45分出ると、今度、室蘭には14時、室蘭港に、ね、着きます。で、室蘭港発が20時半から出港して、明け方ですね、3時半に青森の八戸に着くという、こういうあれでございますので、非常に今ね、新型コロナの関係で、なかなかこう旅行とか控えなきゃならない時期でもあるんですけどね、収束したらぜひ私も行きたいと思ってます。どうかですね、早く収束を願って頑張っていきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。